画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。今回はですね、私の、作った町、雪の都ベルクーラーのね、久しぶりにこのシティーズスカイラインでね、続きをやっていきたいかなと思います。お、なんか建設がもう始まってますね。ここ何やら何が立つんだ、ここは。はい、このゲームどんなゲームかと言いますとね、ちょっと説明させていただきましょう。まあいわゆるシムシティみたいなもんですね。自分で好きなように街を建設していって、そして、街を発展させていくと、いうことです。一人ね、こうやって名前までついてる。例えばこの人、教育を受けていない、若者だと、高校に通ってるみたい。じゃあこの人は一体どこに行くのかと、まあ、おそらくただぶらついてるだけなのかもしれませんね。でこの一個一個、あ、警察官、一個一個、あ、火事ここら辺消防署が立ってるはずなんで来てくれると思いますけどね。一個一個の建物が私が建てたやつなんです。でその建った、建物によって人が住み始めたり、こう歩き始めたりね、車が出動したりと、交通量が増えたり、壁っていうことがね、あるわけです。そして今夜になってきましたけども、昼から夜、そういう風な感じでね、天候、白夜の違い、で DLC を入れることによって家に着きましたね。さっき のウォルター・ディクソンさん、ウォルター・ディクソンくんね、ここだったみたい、ウォルター・ディクソンの家。まあ、これフリーターなんで私にしときましょうか。か柏木、ベルクラと、こういうふうに自分で名前もつけれるっていうね、とんでもないものではありますけども、一昔前は、これでね、視聴者さんの名前とかをねガンガンつけてましたよね。これ柏木家ね、日本語までね対応してる状態ですからね、家と、柏木家と。まあ名前つけたところでね、死んだりするからね、さて早めることもできます。こういう風にね、夜の街も綺麗なんだけどね、オーロラとか出てるやない、ほら、うわー、いいねこの街なんですが、前景こういう風にね、地区ごとに分かれていて、実はこういう風にね、で自分でこう分けるんですね、地区を。ベルクラともこう道路がほら光ってますわ、これね、ここには家を建ててないですね。でこう発電所があったりとかね、そういうのがあるわけですけど、路線が未完成だと。これループさせてないのかな、おそらく。路面電車の方をね建築してたんだよね、これね。ただここも実は今路面電車が走ってて、これまあわかると思うんですが、こちら見てください、これです。これこういう風にね、もう路面電車走ってます今。で走らせることができるようになったと。でいろんいろね、私やってない間にいろんな機能がなんか追加されてるみたいで、その辺少しこういじっていけたらなと、動画の中でね。この見てください、この大通り、いやいいね、素晴らしいね、夜景がね、こんなですよ。ちょっと自分でさ、この家を作っといてさ、やっぱこうなんか自分でよくやったなって思っちゃうよね。あ、ここはほら私が建てた公園ですわ。なんか暗いけどもいますね、結構夜中だけど人いますね。ああ、ここの公園にはいないんだね。こういうところに例えば、草のねモッドとかも入れてはいるんですけども、こういったすごくリアルになる木とかをね、置くことができます、こういうふうに。ちょっと森化してますよ、ここは。森化させとこうか、こういうふうに。公園だしさ。で、小さい草みたいなのもね、結構でけえな、この草。置いて、小さいところまでカスタマイズできる。もう楽しくてしょうがないでしょ、こんな。私もこれずっとやってられるからね。ああ、ここちょっと草をいっぱい生やしといて、なんかこう、
か自然豊かにしたいね。こういうとこね。道路にはちょっと無理だね。どれ見てみましょう。どんな感じになってんの。あ、朝日が、昇ってきました。この草ね、結構テクスチャーがリアルで、入れてみたんですけども、もうちょっと日が当たればわかるかな。ちなみにこれ隣はバーなのかな。うん、レトロエレクトロニクスとか書いてあるね。うん、あ、ほら、意外とキーリアルでしょ。この辺も入れたやつね。うん、いいね。で、今回入れたというか、前回、ちょっと完成させたやつがあって、それが何かと言いますと、こちらですわ、これ。ヨドバシ梅だ、これ。すごいね、もうクリソツっていうかそのまんまだよね、これ。見てこれ、ほら、広告、朝9時半から夜の9時まで、なんかこう、これバーゲンの広告までな貼ってあるわ、特価品。いいね、うん、なんかこういうところにね、遊びに行くこともできますし、またさっきみたいにね、木を生やしたり、することもできますね。うん、多分置けるかな。あ、さすがにちょっとでかすぎて、狭すぎて無理か、この辺は。こういうとこだってね、置けるんですけどね、こういうふうに。うん、ここにも立ってますね。で、ここ、ガンダム。ガンダムが立っています。なんだろうね。全く関係ないけど、ここにね、スカイツリーの方もね、立ってますね。もうめちゃめちゃです。完全にめちゃめちゃになってます、これ。うん、こういう風にユニークな建物まで、しかもモッドの有志の方が作ってくれたモッドを入れることによって建物もね、入れることができる。うん、ここにね、ちょっと、あら、崖の上におじいちゃんどうしたの？おじいちゃんそれ大丈夫これ。実はね、こう、建物というか土地の隆起をいじれるのが、機能が追加されたみたいですよ。こういう風に掘り下げたりね、するやつ。例えばここら辺こうすると、ほら、盛り上がったり下がったりと。うん、これをとことんこう盛り下げていくと、盛り下げていくと、どうなんだ。大丈夫か。椅子えらいことになってるぞ。これはまずくないか。この人もまずいけども。ここはちょっと危険地帯になったね。こんなこともできるわけですね。うん、あ、やばいやばいやばい。で、例えばここになんかこうビーチ沿いに建てれるような、こういうのとかね、あったら楽しいかもしれませんね。なんだろう、こう、レストラン的な、置けんのかな。さすがにちょっと無理っぽいな、狭すぎるのかな。あ、ここにこんな感じでしょうか。ただ道路がつないでないと無理なんですよ。ここが多分道路だと思うんですけども、こう、あ、でもこれで機能してるのか。じゃあ人が来てくれるかもしれませんね、これ。どうなんだろう、人入ってきてる、これ。まだそこのおじいちゃんたち来てくんないかな。誰も来てくんなさそうだね、これ。まあ、じきに人入ってくるでしょう。で、ここの隆起を直してあげとこうか。うん、で、こうやってね、こう土地を盛り上げてあげると。あの、トイレに泥棒が入ってますね。マジか。じゃあここに、警察の、警察署の、警察ボックスの方をね、置くんで、このトイレを守っていただきましょう。そんなバカな。で、ここのね、やっぱ島を、まあ、もっと派手派手しい、なんかこう大都市にしたいなと、思ってるわけですね。で、基本的にはここの住居ってのが、
まあ、この普通のね、低密度の、住宅で、高密度住宅はあんまりない感じですね。この辺なのかな。で商業地区とかがあったりしてね。で工業地区、産業区画、うん、でオフィス区画、まあ要は住むところ、そして商品を販売するところ、そしてその商品を作るところ、うん、で人々は商品を作る、産業区画とかで働いたりするわけです。それがね、まあまあ例えば私の場合は産業区画っていうのはまあここら辺ですね。うん、もう私の中ではこの、名前をね、うまくこうつけてればいいんですけども。この辺だとこれをね、オフィス区画とかね、分かりやすくねやっとけば大体こう自分でも把握しやすいと思いますね。でここで働いてもらうと、うん、なので、こういったなんかオフィスとかをね、こう立たされると、うん、建築させるという感じなんですよ。で工業地区みたいなのもねここに建ててあげるという感じですね。こうやってでそのうちねこれがね建っていくわけです、うん、まあただ建てればいいってもんじゃないんだよね。まあこう人がね住んでくれれば、人が働きに来なきゃダメなんでね。まあでもねこう、まあ、そこはさておき、あれなんか電線がこれ切れてるぞ。うん、これで OK。電力も必要になってくるからね、うん、でさっき言ったここをね大都市にしてみたいと、うん、こんな狭い町だけどものすごい町にしてみたいなっていう感じがするんだよね。でかい建物いっぱい作って、でなので町大計画、町を大改造計画になるわけで、あのこの辺の低所得者の人たちの低密度住宅を少し移送しないといけない、うん、まあ、この辺にね、作ろうかなと、田舎道みたいなね、感じでね、この辺にこう適当に、引っ越し先としてね仮住宅として、やっておきます。こうね、本当はこっちの区画もね後々に開放していって、いい感じにしたいので、うん、ここはまあ普通に、とりあえずねやっていきましょうよ。なので住宅を増やしていこう。こっちにね、移ってくれると思うんで、でこっちの方はねすごいこう税金が高くなってはいるんですけども、これねハイラ島、うん、禁煙節電してるところですね。ここねアイラ島は子供が886人、ティーンが、若者が結構多いけど大人も3000人いますね、うん、で建物がヨーロッパ風になっているということなんですね。なのでこちらの方を田舎町の方にしたいので、例えば名前、うん、これ田舎、ベルクラ町と、ね、町と、うん、しておきましょうか。でこっちの方では、例えばいろんな条例とかができるわけです。禁煙もそうなんだけども、節電、火災報知器配布で課税、低密度への課税とかね。で都市計画として、うん、こちらはね、高層建築を禁止とかね、そういうことができますね。で自転車推奨、うん、っていう感じですね。で深夜営業禁止みたいなね、で外部からの車両乗り入れを禁止して、ビジネスの、車両だけが使用できると、うん、昔ながらの街と、うん、いうのもできますね。とりあえずまあこれだけにしておきましょう。でここにね、まあ、新しく建造物を作りたいわけだけども、やっぱレジャー施設的なやつをね作りたいよね。これトラックフィールドとかも作れますから、場所をね、例えばねユニーク物件でいったらこのドーナツちょっと建ててみようか。こんなのもできます。ドーナツのマンションというかデパートみたいな、
これはね人いっぱい入ってきてくれるんじゃないかな。この辺楽しいことになってくるぞこれ。でさらにですね、ガンダムのねこういったこういったやつもね置いていきたいね。あ、ちっちゃいガンダムもあるし、ハードロックカフェもある。そういえばそう、ハードロックカフェとかね置いていきましょうよ、うん。あ、東京タワーもあるわ。東京タワーここに、じゃあここの方に設置しておきましょうか。これどうよ。すげえ、東京タワーとこのスカイツリーがすっごい近くにある。しかしこれ実際のね多分ね大きさじゃないですね、うん、ちょっとあまりにも下がるもんね。この辺観光地らしくなってきたんじゃないか。あ、城、ウルヘンシュタイン城だっけこれ、なんとか城っていう城でしたよねこれ。これも設置していきたいところですけども、この辺全部もう占拠されてるな。いけないか、いけないか。城無理っぽいんで、この宮殿、宮殿はどうだ。こっちにガンガン宮殿みたいなとか城とかを設置していったらいいんじゃないこれ。こんな感じで。ああ、それいいかもね。エキスポセンターとかね。うん、これ、ここエキスポセンターでしょ。で、科学館。こんな感じでね。ちょっと、すっげえことなってこれ。ここ、えらいことなってるな。水が足りないと。電気と水が足りないみたいなんで、水道管を通していきましょう。うん、この辺一帯、いずれ、発展するので、結んでおきましょうか。こうやってね。で、スタジアム。スタジアムもあるね。これいいね。スタジアムはじゃあこの辺に建てましょうか。で、これが、これなんだ？これ、でけえ。でかっ。これ何？あ、ちょっと待って。朝にしましょう。うわ、めっちゃ綺麗。ここ見て、ほら。わあ、いいね。いい建物になってきたね。ちょっとどんどん置いて、自由の女神もあるやん。自由の女神も建てていきましょうね、こうやって。やべえやべえやべえ。で、あ、この辺解放されてないのか。あ、解放されるには、建設した数、空港を建設しないといけないということみたいですね。うん、あ、観光庁、観光庁もここにもう設置していこう。どんどんもうこう、すごいいい住宅をいっぱい作っていきましょうよ。住宅というかもう何だろう、施設ですね。うん、城、城いいやん、これ。あとはね、例えば、こういった雪のそり、滑り台みたいなやつとかも置けますね。これね、そり遊びができるところだよね、おそらくね。もう早速人がほら、そり遊びしそうになってる、ここ。お、いけるか、いけるか。これね、これ。お、いける、いける、いける。お、さ、いったー。あ、いいじゃん。これいいじゃん、面白いじゃん。ここ、隆起させて、もっとなんかエキサイトできるような感じにできないかね。悪い考えしてるな、マジ。あ、こう、ここら辺を減らすことしかできないか。あ、まあ、それはちょっとしょうがないな、これは。釣り場もあるな。お、テニスコート。テニスコートいいね。この辺にテニスコート建てましょう。で、これね、フットボール場みたいなやつね。これね、あ、いけるやん、ここ。ここにしましょう。どうよ。お、ちょっと待って。一面白いんやけど、これ。まあ、仕方ないよね。冬だからね、ここね、今。夏なのに、もう冬みたいなやつになっちゃってるけど、自由の女神もなんか積もってるね。うん。テニス会場はどうだ？あ、もうテニスやってますわ。いいね。ちゃんとテニスしてるね。ああ、いいぞいいぞ。頑張れ頑張れ。看板だ、これ。
この看板ね、最近ちょっと私入れたやつなんですけども、結構どこにでも置けるんですよ。この町に来るところに置いときましょうか。こういう感じで、こっち側向けるのかな、こんな感じ、どうだろう、見てみましょうか。おおお、見てください。いやいやいや、いいね、いろんな意味でいいねこれね、写真撮っとこう。でこっち側から見ると、あー、いやこれいいぞ、これいいぞ、こっち側、あー、いいんじゃないか、もうなんかどうかしてるけどね、これはこれも面白そうだな、置いとこう。ここにこういう風に文字もね置くことができます。ちょっと文字見てみましょうか、どんな感じの文字なのか。これは置けないかな、ちょっと見てみよう。これですわ。あー、いいね、もうめちゃ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 、ほんと気球も置けるやんこれ。じゃあこれちょっとここら辺にこういう風にしときましょうか。もう どうなってんの。財政がちょっとね、傾き始め、無茶してるから、ちょっと傾き始めてるけども、まあまあ、すぐに取り戻していきたいと思いますよ。まあ、今回はね、久しぶりのちょっと、シティーズスカイラインなんですけども、まあ、またなんかこう、機会があれば、ちょろちょろとこう、自分のね、街紹介みたいなのもね、できたら面白いかな、なんて思いますね。まあ、ここのところを例えば人の、歩きに沿ってご紹介していきましょうか。あ、車でもいいのかなこれね。一瞬で終わるなこれ。人の歩きと、人の歩きとか、これ水の中やん。それではご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。